まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。レギュラーシーズン最終戦に勝ってプレーオフ進出が決まりましたが、今の思いをお聞かせください。はい、そうですね、まあ、私たち実際今本当に本当なんだという気持ちで、なんかみんなに言われてても本当かな本当かなという感じだったんですけど、今 MC の方に言われて、あ、本当なんだっていう実感を湧きました。まあ、すごい苦しい展開というか、まあ、最後まで、まあ、こういうふうにもつれるっていうことがなかなかなかったんですけど、日本生命さんは私が初めて T リーグに入って、こういうふうに最後まで接戦の状態で対決をするっていうことは本当になかなかないことで、もうなんて言うんだろう、こう選手の皆さんもコーチのスタッフ陣の皆さんも、まあ、本当に私が何回か最後の1ゲームで負けてしまったことも2回ぐらいあって、まあ、その2回が本当に大きくて、まあ、本当に何回も泣いたんですけど、まあ、正直すごく嬉しいです。ありがとうございます。伊藤選手は今日第3マッチで勝ってチームの勝利を決められました。今日の試合どんな思いで臨まれたんでしょうか。そうですね、まあ、初戦一番でダブルスを勝ったことが本当に大きくて、まあ、やっぱりダブルスを勝つチームがやっぱ大体団体戦っていうのは勝つので、まあ、本当に大きな勝ちだったと思いますし、まあ、2番で早田選手がもう本当に落ち着いたプレーで回してくれて、まあ、私自身はもう思い切ってやるだけで、試合本番の試合では初めて岡田選手と試合をしたんですけど、まあ、団体戦なので本当に何が起こるかわからないとい う、 もう一本一本じっくりじっくりやるっていうのを、まあ、一番目標にして、まあ、まずは皆さんと一緒に勝ちをつかみ取れたってことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしてレギュラーシーズンは今日で終わって、次は3月に行われるプレーオフセミファイナルです。意気込みお願いします。はい、そうですね、まあ、私たちもプレーオフの前に海外の試合とか大きな大会が何回かあるんですけど、まあ、しっかりその大会は、まあ、自分自身しっかりいい結果を残して、まあ、まずは楽しむことが一番なんですけど、それでいい結果というかいい流れでプレーオフに行けたらいいなって思うので、まずは自分の体調もしっかり管理して、あとはプレーオフ、まあ、楽しんで、まあ、チーム相手のチームはほぼほぼ決まってると思うんですけど、私たち前回負けているのでもう思い切ってやるだけだと思って、そこのチームと対戦したいって思っていたのですごく楽しみです。ありがとうございます。そして最後に、本日ここ森口市民体育館に集まっていただいたファンの皆様、そして配信をご覧の皆様にメッセージお願いします。はい、この体育館でやるのは私中学生の時に全中の予選で団体戦でここでやらせてもらったので、それぶりだったんですけど、約10年、まあ、近く本当に久々でここの体育館でやらせてもらって、すごい懐かしいなって思いもありますし、まあ、やっぱり皆さんにこうやってなんかなんて言うんでしたっけ、アウェーだったんですけど、もうホームみたいな感じで、まあ、大阪なのでホームなんですけど、なんて言うんですかね、アウェーのチームよりも多かった、アウェーのチームじゃない、ホームのチームよりも多かったんじゃないかなって、たくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日のヒロインインタビュー、日本生命レッドエルフ伊藤美誠選手にお話を伺いしました。改めておめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。